こんにちは、坪田塾の久米田です。今日はシグマの説明を2分でしたいと思います。まずじゃあシグマって何かっていうと和です。なので足してくれっていう意味なんですね。もうそれだけです。で、これの呼び方を K、シグマの K イコール1から N まで AK って呼んだりするんですけど、どういう意味かっていうとシグマ足してくれなんで、足してくれ1から N まで AK をっていう形になります。なので1番、これがスタート、スタート地点を表すのがこの下の部分で、 N までなんでこっちがゴールを表しています。で、なのでこれが何を足しますかっていう意味なので、K イコール1からスタートして N 番までを足してくださいという意味の記号になります。これが K イコール1から N までシグマの AK という形なので、1番、2番、3番、点点点点点 N まで足すんで N までという形になります。で、実際はここ、なんかこういう文字よりもこの式になってることが多いですよね。で、式になってる時もやることは一緒です。ここ、シグマの K イコール1から N まで 2K 足す1なんですが、意味は足してくれ K を1から N まで 2K 足す1をなんで、1から順番に書いていきます。 K に1を入れたものが 2×1 足す1で3で、次 K に2を入れたものが 2×2 足す1で5足す、てん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 って、これ繰り返しずっと3入れて4入れて5入れて6入れててん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 で、 N 入れたやつが最後なんで、ゴール 2L 足す1でこれで終わりと、こういう形になりますね。なのでシグマはもうとにかく足してくれという意味で、ここがスタート、ここがゴール、もしここが3でここが例えば10とかだったら、3番から10番まで足してくれっていう意味なんで、この場合だったら K イコール3を入れて6足す1で7で、4、5、6、7って代入して、4、5、6、7って代入していって、最後10番、10入れたやつが来ると。これで終了。で、スタートとゴールと、ここがね、ルール。どんな式にっていう形になりますね。はい。以上です。ありがとうございました。